あれはドロシーだ。声をかけてみるか。おや、キリト、何かありましたか？まさか道に迷ったとか。和平使節団のいる場所がわからなければ案内しましょう。いやいや、俺は迷子じゃないって。君を見かけたから声をかけてみたんだよ。はい。召喚がここにいては何かおかしいでしょうか？いや、全然おかしくはないぜ。単にこの辺りをブラブラ歩いてて君を見かけただけさ。そうでしたか。ここは暗黒界随一の交易街です。人界に比べても遜色のない広さではないかと思います。そうだな、人界でもなかなかここまで広い町はないよ。召喚は見回りをしていたところです。任務の続きがありますのでそろそろ失礼します。ああ、そうか。すまないな、仕事の邪魔をして。いいえ、そんなことはありません。皆さんの護衛はお任せください。では。ああ、またな、ドロシー。もう行ってしまった。もう少しドロシーと話したかったな。あれはサライか。一人のようだな。声をかけてみるか。やあ、サライ。こんにちは。ドロシーならさっき向こうにいたよ。知ってる。ドロシー、見回りのお仕事中。あ、そっか。一人でいるなんて偉いな、サライは。サライ、一人でいるの偉い？ああ、ドロシーの言いつけをちゃんと守ってるんだから偉いよ。サライね、ドロシーと同じ孤児院にいたの。そうなのか。ああ、なあサライ、ドロシーってどんな子なんだい？ドロシー優しいよ。サライのこといつも守ってくれるの。そうなんだ、よかったな。この前のアスナたちとのやりとりを見ていると、やっぱりサライの前だとドロシーは素に戻るのかな。うん、それとね、リピア様もとっても優しいよ。ああ、そうだ、そのリピアって人はどんな人なんだい？本来はドロシーじゃなくリピアが使者として来るはずだってベルクーリさんが言ってたけど、何か知らないか？サライ知らない。え、でも今さっきとても優しい人だって。ドロシーとサライ勝手にこっちに来ちゃったから、リピア様怒ってるかもだから。あ、待ってくれサライ。足早っ。もう行っちゃった。もしかしてリピアってすごい怖い人なのかな。おや、キリトさん、何かお困りですかな。いや、カイナンの顔を見かけただけで、特にこれといった用事はないんだ。なんと釣れないことをおっしゃる。どうか私にあれこれとお世話させてくださいよ。なんだって俺にそこまでのことを言うんだ。そりゃもちろんあなたに期待しているからですよ。期待？あなたは間違いなく儲けさせてくれる人だ。あなたについていけば何かしら儲け話が降って湧いてくる。そうなのか。キリトさんは効率よくしないと気が済まない。数字には細かくこだわるお人だ。違いますかな。それを言われると。やっぱり私の勘は商売絡みじゃよく当たるんですよ。今までもこうして生き抜いてきたんです。
まあこっちの世界にいる限りはあんたや商工ギルドの協力は必要だからな。期待していますよ。ぜひとも私にいろいろと儲けさせてくださいね。どこまでも自分に正直なやつだな。まあこれぐらい分かりやすい方がこっちも気が楽だ。カイナにはいろいろ頼らせてもらおう。